ご自身は調子にそうして、どう感じてますか。まあ、連日、前に抜けてないんで、まあ、いいとは言えないですけど。まあ、そこそこです。決勝は改めて、どう戦いますか。まあ、菊池君いるんで、あの、しっかりついていきたいと思います。決勝戦ですが、内藤選手はどう戦いますか。ええー、三浦さんと。日社で。中部。頑張ります。 積極的な菊池選手や西本選手いますけれども、ポイントはどんなあたりだとお考えでしょうかそうですね、まあ、気持ち入れて、しっかり仕掛けて、ゴール前勝負できればなと思ってますさすがに4番手はちょっと、自分の足じゃきついので、はい、あの西本君にいきたいと思います。連携はは初めてだと思いいますす、はい、印象はどうですかあの、まあ、強い っていう印象ですねじゃあ、チャンスは伊藤選手にもあると思います、はい、まあ初日も主導権握って、突っ張ってというレースでしたけれども、はい、そうしてご自身はいかがですか、はいえー、しっかり先行できているので、状態はいいと思います第三者というのは、菊池選手にとっていかがでしょう。うはい、えー、ラインから優勝者出せるように、えー、しっっかり頑張っていいいきたいと思います決勝戦なんですが、西本選手はどう戦いますか。 えー、自力自在で、まあ、流れ見て何でも、はい、やはりこう積極的な自力選手がこういる中でっていうところは、こうチャンスはどうですか、<っ>ありそうですかあまか、あ、うまいこと動き見て仕掛けたいです。 その初日も連携がありましたけれども、どうですとついてて、印象はそうです、ね、あの内藤君も、ね、積極的にかけてくれるんで、もう彼の好きなようにね、やっぱり走ってくれれば、一生懸命走ってくれれば、あのそれでもう十分です。そうですね、あのこの年なんであの、準決勝を乗れるだけでもあの恵まれてるんですけど、決勝を乗れました、あの今日も少しでもいい着取れるように、頑張ります2走して、ご自身の調子はどう見てますか そうですね足的にはすごく軽いと思いますライン先頭の菊池選手はこう、印象いかかがですかそうですね、もう若い人はすごい強いので、はい、離れないようにするだけですね。